えー、今回は、台湾版の方で、今日、特別なモンストニュースがあって、そこで、新情報とかがいろいろ出てきたんで、その、発表された内容を、見ていこうかなと思います。ただ、今から話す内容については、注意点が2つありまして、まず1つが、あのー、この情報は、日本版にやってくることは確定してないです。まあ、毎年来てるから、あのー、多分今年も来ると思うけど、今のところは日本版に来ること確定してないよっていう情報。で、もう1個が、 むやみやたらにこの情報を広げないこと <laughs>。ま、私の動画内で留めていただくっていう形だね。あとは、今度のモンストニュースか、遅くても来週のモンストニュースで今から話す情報っていうのは逆輸入されるんだったら出てくると思うんで、まあ、今度のモンストニュースの楽しみが減っちゃうよっていうことになるんで、それを知りたくない人は今戻っておいてください。それをご理解したいた上で、この先進んでいくことをお勧めしておきます。というわけで、今回、多分日本版に逆輸入されそうな情報は2つ出てきたと思うんで、今からそれを見ていこうかなと思います。 で、まず一つが、これ生死の重心化会だねまあ、もともと、オリエンタルトラベラーズのキャラクターは、毎年このぐらいの時期に、重心化会とか重心化とか、まあ神変、神経形態をもらうことが多かったんですけどあ、まあ、生死が今回もらいましたよと。で、重心化会だね。なので、コネクトスキルとかがあるタイプになってる。見た目はかなり、まあ、でっかくなったかないろんなところが。で、性能に関しては、こんな感じ。 今多分大半の人がよくわかんねえと思うんで、今これは、あのー、編集で日本語の方にいろいろ書き換えておきます。で、性能についてはこんな感じだね。で、性能はまず、重心化返して反射の超バランスガイド。この辺はもともとの重心化と変わってないかな勝手に超バランスになってるよっていう感じ。で、もともと持ってた、ワープにマインスイーパー M に水属性キラーは全部、コネクトスキルの方に行きました。で、コネクト条件は、種族2体、 以上編成しないかアジンキャラが2体しか入れられないとかバランス型が2体しか入れられないみたいな感じになってるんでちょっと厳しいかもしれないねもしかしたらで新しくもらったアビリティがアンチブロックと弱点キラーと回復 M なのでまあブロック対応を新しくもらったということでいけるところが増えたかって言われると多分 増えてないんじゃないのかな <laughs>。ま、探したら細かいところはあるかもしれないけど、今最先端の空中庭園とか、まあ、どっかの豪絶とか、あと霊絶とかそういうところでは、まあ今のところは刺さってないっていう感じだね。ただ、ポテンシャルとしては弱点キラースワビ、水属性キラースワビで、大号令も SS、これはそのままになってるね。それが12ターンで使えるっていうところで、かなり、 性能としては高いキャラかないわゆる刺さってないだけでポテンシャルがクソ高いみたいな感じのポジションに精子もなりましたよっていう感じになってるね。だからこのギミックで誰か連れてこいよって言われたら100%精子は超上位ポジションに来るんじゃないかなダブアビくらいで絞っても多分精子よりも強いキャラクターっていうのはそうそういないと思うんでまあその最先端で使うところがないけどポテンシャルは高いからまあちょこちょこどっかで顔出してくるんじゃないのかなで、性能に関しても 爆絶爆発と u スピアップ持ってるんで、能力クソ高いんですよね <laughs>。なんか、中途半端に強い幼強い友情つけられるくらいだったら、まぁ u スピアップに爆絶爆発ついてサポートもできるし、殴れる加速キャラになってるんで、まぁ、あ、 めちゃめちゃ強いような感じにはおそらくなってるんじゃないのかな。ただまあ行くとこがないよっていうところで、いわゆるモンストの評価的にはあんまり高い位置にはいないみたいな感じになってるね。まあ、れ水の冷絶がまだ来てないんで、もしこのアビリティで誰か連れてこいよって言われたら、まあ一気に輝くけど、 多分強すぎてこれぶっ壊す部位のキャラになりそうだから <laughs>。正直、霊絶で刺さるか分かんないね。まあ豪絶あたりでぶっ刺さって、いろいろと輝いてくれるかな、みたいな感じのポジションになるか、いわゆるコラボ超究極とかでこのギミック求められた時に刺さってくる、みたいな感じになるかな。今までは水属性キラーしかなかったんで、多属性で出かけることってあんまりなかったんですけど、今回から弱点キラーが入ってるし、あとは、まあユ u s ピアップとか12単大号令とか、結構強いキャラに、 ま、あの、持ってるようなもの結構持ってるんで、もしかしたらこれからはちょこちょこ出番があったりするかもしれないね。あと回復 M とかも地味に増えてるから、まあ、ヒットポイントがなんか高ければ高いほどみたいなところとか、個別ヒットポイントみたいなところでは輝くだろうし、まあ、今後の活躍はある程度はしやすくなったんじゃないのかなっていう感じになってます。だから精子持ってる人は意外と、 まあ、ポテンシャル上がったってことで、まあ、あ当たりの部類になるかな。ただ引くべきかどうかって言われたら、意図的に狙いに行くっていう感じにはならなさそうな感じだね。いわゆる確定ガチャとかで出てきたら当たりの部類に入るよみたいなポジションのキャラかな。そんな感じで、精子の重心化会が発表されたっていう形になってる。で、あともう一個。あの、新キャラも一体発表されたんですよね。去年は確か正気だったかな。だから多分今年のオリエンタルトラベラーズぐらいから、多分この新キャラやってくると思うね。性能が、性能っが見た目が、このキャラ。 月下老人っていうキャラクターいや、これね、調べてみたら、おじいちゃんなんですよね。元ネタが。<laughs> だから、あの、月下美人とかじゃなくて、月下老人なのに、もう明らかに10代、20代みたいな可愛いような <laughs>、なってるのは、まあ、ぶ めっちゃけものすごい違和感。もしかしたら月下老人じゃないのかな月下みたいな感じのなんかもしかしたら台湾の言葉では別の呼び方になるかもしれないね。まあ、そんな感じのキャラクターがやってきてる。で、一応2月10日に台湾版の方では初実装なんで、4日後になってるから、ま、あ多分今度のモンストニュースで発表されて、オリエンタルトラベラーズ土日ぐらいから始まって、やってくるっていうのが最速になるかな。遅くても来週のモンストニュースで実装されるんだったら、このキャラ。 発表されそうな気がするね。で、性能は水属性になってるんですけど、性能こんな感じだね。貫通の神でスピード型。まあ、台湾版の文字になってると思うから、今日本版に編集で入れておくけど、貫通の神族でスピード型だね。だから超スピードにできますと。あとはクリティカル持ちだね。そしての性能のアビリティが、アンチダメージウォール、超アンチワープ、超マインスイーパー。 なので、近畿深淵水属性の新しい適性だね。まあ、いわゆるタ太郎で結構楽にはなったとは言っても、じゃあ上太郎持ってない人は何もまるで今環境変わってないんで <laughs>、まあ、限定キャラで壊すようなキャラやってきましたよと。で、それ以外のアビリティは、魔王キラー M とユニバースキラー M、そしてバリア付与。この3つだね。 で、魔法キラーとバ、ユニバースキラー M <laughs> って最初思ったんですけど、あのクエストって敵がコロコロ入れ替わるんで、あのー、えっと、誰だっけユニバースだと、えー、っと、あのー、ゲヘナが、ゲヘナとかあの辺だったかなあと、えっと、あれ、アルカディアと、 ええと、魔王キラーがラグナロクだね。あの辺の道中のキャラクターとか原用に、あの、シュリンガラとかの原用とかに行く前のボスとかに大体刺さってくるよっていうアビリティになってる。で、まぁ、あ、原用のとこに行ったら、ちょっとキラーはあんまり刺さらないよっていう感じになってるね。あとはバリア不良に関しては、まああのステージ火ダメがちょこちょこでかかったりするんで、それを防げるっていう役目あったりするかな。それ以外のメリット、ちょっとなんかあったらコメントでお願いします。で、あと、キラーがね、結局のとこ、 超スピとかだからさ、超バランスとかの火力補正、火力補正得られないんですけど、一応のクエスト、ワープは調べてきたら8個から10個ぐらいは出てくるんで、まあ、そこに関しては、結構殴り火力としてはその超ワープで補うっていう形かな。実質これで1.4倍から1.5倍ぐらいの殴り火力の補強はできるし、あとはま、超マインスイッパー M 持ってるんで、ある程度の殴りはそこで底上げするっていう形になってるね。 で、あと SS が16ターンと24ターンで打てる大号令と弱点露出。それが貫通になってるって形だね。多分、えっ、ー、と、ルシファーカエサル以外であんまり見かけないタイプかな弱点露出大号令って。で、16ターンと8ターンで使いますよと。だから、えっ、ー、と、カノンとかが大号令と、 えーっと、弱点強化だったけど、こっちは弱点露出になってるんで、どっちかっていうと弱点露出の方がみんなで殴る分には殴りやすいから、ありがたいようなイメージかな。で、これが結局役に立つかって言われたら、多分最後の無料対数で戦うところで弱点露出できるし、あとは、あの、大号令で動かすから、剣雑魚に無理やり触れさせることもできるんで、あのクエストのめんどくさい剣雑魚を経由して敵殴っていけようっていうのも、ある程度は省略できるから、そこで、 こう、役に立つんじゃないのかなと思ってるね。だからそれ以外だと、えっ、ー、と、健作を経由することってなんかあったかなちょっとパッと出てこないんで <laughs>、なんともだけど、まあ、その辺のキャラクターで使えるんじゃないのかなあとは一応どうなんだろうダメオと うーん、地雷対応してるから、無理やり空中庭園に連れてくっていうことも、あ、でもあのクエスト連れてったところで自分以外に恩恵ないからダメか。なので、ちょっと空中庭園では、おそらくそんなに使えなさそうな気がするね。まあ、使えるかもしれないけど、無理やり連れてくっていう形になるかな。で、第号令に弱点強化の弱点露出の SS。で、友情コンボが全敵貫通分裂弾と、あと、バウンドチャージもらってる。だからバウンドチャージもらってるのがね、結構でかいんじゃねえのかなー って思うんですよね。あのクエスト結構長いから道中でガンガン使ってっても、まあ、この月下老人の SS で、え、友情コンボである程度は短縮できますよと。まあ、バウンドチャージが持ってて弱いっていうキャラクターはあんまりないんで、そんな感じになってくるかな。だから近畿深淵を壊すかって言われたら、多分このキャラも、うーん、多分そんなに壊してないとは思うんすけど、新しい適正キャラだね。まあ、いわゆる確定ガチャとか無料ガチャとかで出てくると、当たりだけど、まあ、トラをこれを理由に引きに行くかって言われたら、 いやーあんまりおすすめしないかなっていうぐらいの <laughs> ポジションになってるんじゃないかなとったんね。毎回なんかそんな感じなんだよな。昔の正気が本当に必要必須級だったのがおかしかったもんね。それ以外でなんかあんまり来ないもんね、オリトラのキャラクター。で、私的には、いや、新王が重心化回すると思ったんですけど、いや、そんなことなかったね。いや、結構、だから、 いや、これ、新能ポジションだと思ったんだけどね。いや、生死はね、あと半年後とかそれぐらいから、もしくは遅くても来年ぐらいに、重心化始して、転送壁ついて、あの、空中庭園の、10のまで、めちゃめちゃ強いポジションになるみたいなことを予想してたけど、いや、こんなに早く来ると思わなかったね。そんな感じで、まあ、この新情報が、いろいろと発表されましたよと。なので、まあ、これが多分、早ければ、今度のモンストニュース、遅くても来週くらいには、発表されるんじゃないんでしょうか。なので、この情報は、まあ、いろいろ感想とかも、皆さんあると思うんで、コメント欄で、していただければと。 思います、まあ特にモンストニュースのまあ、チャット欄とかそういうところで変なネタバレはまあ、避,け避けていただいた方がいいかなと思うんでまあいろんな人に迷惑被るからねそういうところで、まあ、そんな感じで結構まあ、この辺はでも気になるところは静止かなこのキャラのポテンシャルは結構高そうだもんねそんな感じでこのキャラはちょっと楽しみになってるかなそんな感じで終わりますごきげんよう